ミングアップこれくらいでいいかな。だいぶ腕も温まってきたし。そろそろみんなも来る時間だよね。それまでは…ああ…突然ですが、一つ質問をさせてください。皆さんの目指す音楽とは何ですか？やっぱりまだ見つけられないな。進藤さんに考えてほしいって言われた私の目指す音楽。私は音楽で聴いてくれる人を元気にできたらいいなって思います。私は音楽で、歌で、みんなをつなげていきたいって思います。やっぱり私はお客さんの心を震わせる演奏がしたい。みんなはもうちゃんと答えを出した。私も早く自分の答えを見つけないと。焦らなくていいってみんなは言ってくれるけど、ずっと待たせるわけにはいかないよね。ほなちゃん、もう来てたんだ。ああ、うん。先に体を温めておこうと思って。そっか。じゃあ、早いとこ私たちも準備しようか。うん。すごいな。なんかいつものに演奏に勢いがあるっていうか、前より一段と力をつけたって感じがするね。確かにすごい。みんなの音、いつもよりずっと力強く響いてくる。どうしてこんなに。もしかして、みんなの目指す音楽が決まったから。だから音にも気持ちが乗って、いつもより演奏に勢いがあるのかも。なら、私も。ほなみ、遅れてるよ。あ、ごめん。ダメ、今は演奏に集中しないと。お疲れ様、みんな。いい演奏だったよ。ありがとう、ミクちゃん。私も弾いてて、すっごく楽しかった。でも、まだ揃ってないところはあったし、休憩したらもう一回やろう。うん、わかった。ほなみ、大丈夫？え？なんだか、ちょっと疲れてるように見えて。さっきの演奏の時も、少し集中できてなかったみたいだし。そういえばそうだね。何かあったの？ううん、平気だよ。ちょっと考え事しちゃってただけ。そうだ、それより、レモンの蜂蜜漬け作ってきたんだ。今持ってくるから、みんなで食べよう。うわ、ありがとう、ほなちゃん。楽しみだなぁ。それじゃあ、ちょっと待っててね。はぁ、もうこんな時間か。昼、食べ損ねたな。まあいいか。それより企画書、もっと詳細詰めないとな。おう、社長、昼食の帰りですか？
気をつけます。ああ、はい、今度の会議で提出予定の企画書ですね。プレッシャーをかけないでくださいよ。毎度のことですが、戦略を立て、そのためのスケジューリングをして、デビュー前のこの時期はいつも大忙しですよ。飯を食う暇もない。え？そうでしょうか。やめてくださいよ、そんな昔の話。そうですね、いいバンドなのは間違いないですよ。演奏技術にはまだまだ伸びしろがありますし、何より芯がある。まだまだ未熟な点はありますが、彼女たちはバンドで音楽で何を成していきたいのか、自分の思いと真剣に向き合って考えられる。だからか、彼女たちからはどんな困難にぶつかっても立ち上がれるだけの精神的な強さを感じます。はい、まあ実際売れるかどうかはこっちの腕にかかってそうですがね。ほう、けど結局何の用だったんですか？それは、詳しく話を聞かせていただきたいですね。昨日はあんまり眠れなかったな。早く私の目指す音楽を見つけなきゃって思うのに、考えれば考えるほどよくわからなくなっちゃって、このままじゃみんなにも迷惑かけちゃう。おはよう花見。大丈夫？目の下クマできてるよ。うん、ちょっと眠れなくって。やっぱり進藤さんに言われたことを考えてるの？え？今のほなみが悩むことって言ったらそれかなって思って、昨日も少しぼんやりしてたし、大丈夫？うん、平気だよ。でもなかなか答えが出なくて少し焦っちゃってるかも。そっか。ごめんね、迷惑かけちゃって。ううん、ほなみのペースでゆっくり答えを出してくれれば大丈夫だよ。うん。あ、そうだ、ほなみの好きなことや嬉しいことって何？え？いきなりごめんね。何か参考になればなって思って、私もそうやって答えを出したから。ほら、前にみんなに感謝を伝えるためにってライブをしたでしょ。あの時吉崎さんと花野ちゃんが二人で一緒にライブに来てくれたのを見て思ったんだ。こんな風に私たちの音楽をきっかけに大切な人と一緒にいられるようになったって人が少しでも増えたらすごく嬉しいなって。それで私は誰かと誰かがつながるきっかけになる音楽をやりたいって言ったんだ。だからほなみも
自分が嬉しいって思うことや好きなこと、やりたいって思うことから考えたら、案外簡単に答えが出るんじゃないかな。自分が嬉しいって思うこと。ありがとう、いちかちゃん。もう少し考えてみるね。うん。何かあったらすぐに言ってね。いつでも力になるから。ありがとう。そうするね。ちかちゃん、日直で少し遅れるって言ってたけど、他のみんなはもう来てるかな。こんにちは。私はもっと落ち着いた雰囲気の方がいいって思うな。そっか。さきちゃん、それにリンちゃんとカイトさんは何してるんだろう。私はいろんな楽器を目立たせてもっと賑やかにしたいなって思ったけど、カイトさんはどっちがいいと思います？俺は海部兄は私の意見に賛成だよね。え？あ、それはなしだよ、リンちゃん。カイトさんの素直な意見が聞きたいんだから。わかった。じゃあ、カイト兄の正直な意見を聞かせて。落ち着いた雰囲気か、賑やかな感じ。どっちにするのか。俺は。二人とも、カイトさん困ってるみたいだよ。そんなっちじゃん。いつからそこにいたの？助かった。ほんの少し前だよ。みんな集まって何話してたの？ふっふっふん。実はね、前にサクさんと対バンした時に作った曲をアレンジしてたんだ。アレンジ？うん。私たちまだそんなにオリジナル曲って多くないでしょ。これからプロとしてライブすることが増えると思うんだけど、その時同じ曲ばっかりやってたらお客さん飽きちゃうかなって思って。でもだからってすぐに新曲作れるわけじゃないから、いろんなアレンジを作ってライブでやりたいなって思ったの。それで世界に来たらちょうど二人に会ったから手伝ってもらってたんだ。えへん、偉いでしょ。たくさん褒めてくれていいからね、ふなっち。ありがとう、りんちゃん。カイトさんも私たちのためにありがとうございます。うん。でもさっきは悩んでたみたいだったけど、何かあったの？そうだった。サビのところをどうするか話してたんだ。私はいろんな楽器が目立って賑やかな感じにできないかなって思ったんだけど。そしたら今と曲の雰囲気全然変わっちゃうじゃん。この曲は静かで優しい感じなのがいいところなのに。そっか、この曲はさきちゃんが寂しさに寄り添いたいって思って作った曲だもんね。りんちゃんの言うことはわかるよ。でもせっかくアレンジするなら思いっきり変えた方がお客さんも新鮮な気持ちで聴いてくれると思うし。アレンジか。私は曲作りのことは詳しくないけど。それならまずはさきちゃんがこのアレンジで聴いてくれた人にどんな気持ちになってほしいのかっていうことを考えてみるのはどうかな。え？
いちかちゃんやさきちゃんが曲作りをするときっていつもそのことを考えてたでしょ。この曲にどんな思いを込めたいのか、この曲でお客さんにどんな思いを感じてほしいのかって。だからアレンジをするときもその気持ちは大事にした方がいいんじゃないかなって思って。思いを。そうだね、俺もコナミの言う通りアレンジでもそこが大事なのは変わらないと思う。曲のコンセプトやテーマになるところだから。リンの言うようにもっと落ち着いた雰囲気にするのも、サキの言うようにいろんな楽器を目立たせて賑やかにするのも、どっちもいいとは思うけど、でも本当に大事なのはそこにどんな思いが持ってるかだと思う。だからまずはこのアレンジでお客さんに前とは少し違うどんな思いを感じてほしいのか、それを考えるとやりやすいんじゃないかな。前とは少し違うどんな思いを感じてほしいのか。そっか、ありがとう二人とも。なんかちょっと分かったかも。本当？うん、私が伝えたいこと、寂しさに寄り添うって思いに少しだけアレンジを加えるなら。そうだ、寄り添うだけじゃなくてこっちだよって前に引っ張っていってあげられるような、そんな曲にできたら。わあ、それすっごくいいじゃん。よし、もう一回イントロから一緒に考え直そう。うん。まだ半分くらいだけど、うまくいきそうかも。テーマが決まってからサクサク進んだよね。うん、みんな相談に乗ってくれてありがとう。おかげでいいアレンジになりそうだよ。お疲れ様、さきちゃん。そうだ、頭使って疲れてない？おやつ用に買ってきたクッキーがあるから、後でみんなで食べよう。このアドバイスだけじゃなくてクッキーまで、もうほなちゃんが女神様に見えてきたよ。もう大げさだよ。よかった、さきちゃんの力になれて。なんだかすごく嬉しいな。あ、だからほなみも自分が嬉しいって思うことや好きなことやりたいって思うことから考えたら案外簡単に答えが出るんじゃないかな。もしかして私のやりたいことって。ほなちゃん、急にぼーっとしてどうしたの？あ、その分かったかもしれなくて。わかった？はい。自分の目指す音楽が何なのか。え？本当？やったじゃん、ほなっち。それってどんな？みんな、お待たせ。って、あれ？なんか盛り上がってた？あ、みんな！ちょうどいいところに。みんなも一緒にほなちゃんの話を聞こう。そっか、目指す音楽が。それじゃあ聞かせてほしいな、ほなみの答え。うん、
あのね、思ったんだ。私は、レオニードのみんなの力になりたいんだって。私たちの力に？うん、いちかちゃんに言われたの。目指す音楽は、自分の好きなことから考えてみたらって。あ。それで、さっきのサキちゃんを見て思ったんだ。私は、誰かの力になれるのがすごく嬉しいんだなって。誰かの力に。そっか。確かに、ほなみ、昔からそうだったもんね。うんうん。誰かが困ってると、いつもその人の話を聞いてあげて。みんな、ほなみのそういうところに助けられてるよね。ありがとう。それでね、その、誰かの助けになれるのが嬉しいっていうのは、バンドでも同じなんだ。みんなにはやりたいことや、届けたい大事な思いがある。だから私は、それがちゃんと叶うように、力になりたいの。ほなみ。この前のワンマンの時も、お客さんが喜んでくれてすごく嬉しかったんだ。でも、嬉しかったのはそれだけじゃなくて。みんなの叶えたい思いがちゃんと叶ったから。それに、その手助けができたから、なんだよね。ほなちゃん。音楽を聴いてくれる人たちの心に響かせたい。その思いと同じくらい。ううん。もしかしたらそれ以上に、みんなの思いを叶える手助けがしたい。その思いは、私にとって大事なことなんだ。そっか。それがほなみの目指す音楽なんだね。でも本当にこれでいいのかなってちょっと迷ってるんだ。うん。その私の答えはみんなと違ってお客さんにこういう思いを届けたいっていうのじゃないから。それは。そうかもしれないけど。別に、いいんじゃない？それが、ほなみが真剣に考えて出した答えなら、間違いなんてことは絶対ないと思うよ。え？私もそう思う。それに、みんなの手助けがしたいって、めっちゃ素敵だよ。俺も、ほなみらしいって思う。ありがとうございます、皆さん。これで、みんなの気持ちが決まったみたいだね。うん。私たちが音楽でやっていきたいのは、音楽を響かせること、音楽で元気をあげること、音楽で、誰かと誰かをつなげていくこと。それにみんなの思いを叶える手助けをすることだよね。こうして並べてみると見事なまでにバラバラだね。ここから今度はレオニードの目指す音楽を決めなくちゃいけないんだよね。うわ、結構難しそうだな。確かにそうだね。進藤さんは4人の考えをすり合わせてって言ってたけど、これをレオニードの目指す音楽としてまとめるのってどうやってやればいいんだろう。どれか一つ選ぶっていうわけにもいかないよね。どれも大切な思いだし、みんなそれぞれ違ってるから。そうかな。私は
違ってるとは思わなかったけど。え？だって、志保の思いは、音楽を聴いてくれる人の心に響かせたいだったけど、さっきと一花の、元気にしたい、つなげていきたいだって、その気持ちがあってこそ出てきたものでしょ？それは。あ、だったら、私は少し違うかも。私のは、みんなみたいに響かせたいから生まれた思いじゃないから。あら、そうかしら。え？だって、ソナミは、みんなをサポートすることで、ネオニードの音楽を聴いてくれる人の心に響かせたいと思っているでしょ？だったら、それがソナミの思いか、みんなと同じ。心に響かせたいに繋がっているってことじゃないかしら？なら、やっぱりそれが、レオニード。4人の共通する思いなんじゃないかな？音楽を聴いてくれる人の心に響かせたいが、私たちの思い。確かに、ミクの言う通りかも。いいのかな？これって最初の答えに戻っちゃってない？いいんじゃないかな？それがレオニードにとって一番大事なことだってことでしょ？そうね。大切なのが響かせたい気持ちを深掘ったこと。そのおかげで前よりもみんなの思いがよく分かったことだと思うわ。そうだね。進藤さんも前の答えに行き着くならそれはそれでいいって言ってたし。そっか。じゃあやっぱりこれが私たち4人の目指す音楽なんだね。うん、それじゃあ決まりだね。よーし、私たち4人の目指す音楽、進藤さんにバシッと突きつけちゃおう。なるほど。音楽を響かせ、元気を与え、人と人をつなげる。そしてそのすべての思いを叶えられるよう力になりたい。それぞれ細部は違っていても、聴いてくれる人たちの心に響く演奏がしたい。その思いは変わらないですか？はい、これが私たちの答えです。なるほど、とても皆さんらしいですね。望月さんの思いは他のメンバーとは少し違っているようにも思えますが、メンバーを助けたい、支えたいという気持ちはバンドをまとめる力になります。望月さんのような人がいることはレオニードにとってラッキーなことだと思います。進藤さん、ありがとうございます。さて、皆さんの思いは分かりました。この考えをもとに皆さんの売り出し方や今後の活動の方向性を一度練ってこようと思います。具体的な内容が決まったらまた共有させていただきますね。はい。それと今日は皆さんに他にも話したいことがあるんです。話したいこと？え、何ですか？これからプロとして活動するためにも、レオニードのリーダーを決めてほしいと思っています。バンドのリーダー？そういえば、私たち、なんでそんな大事なこと、今まで決めてなかったの？
に必要だって感じたこともなかったからね。基本的に決めなきゃいけないことはみんなで話し合って決めてたし。それも皆さんらしくていいとは思いますが、これからはうちとのやり取りや外部のインタビューなども増えるでしょうからね。そういった際にはバンドの代表者がいた方が都合がいい。なるほど。はいはい、質問です。バンドのリーダーって他にどんなことをするんですか？そうですね、実際のところそれぞれのバンドによって違いはあるのですが、やはり大きな仕事はバンドの方針や意向について決断を下すという点でしょうね。そうなんですね。大変そう。まあそこまで固くならなくても大丈夫ですよ。それより何よりも大事な仕事はバンドを支え導くことです。バンドを支える。皆さんはこれからプロとして様々な困難に直面することになると思います。そのことで迷い揺れ、バンドとしてどうするべきか、自分たちがどんな音楽をやっていくのか、何度も何度も悩む時が来る。もちろん何かあれば俺もサポートするつもりです。皆さんが立ち上がり前に進むよう力にはなる。ですが俺はあくまでレコード会社の人間です。俺の仕事は皆さんの音楽をできるだけ多くの人に売り出すことです。自分たちのバンドを守るのは自分たちにしかできません。だからこそ、もしもこの先バンドが崩壊するような事態になったとしても、柱となりメンバーを支え守ることができるリーダーが必要なんです。そして俺はそのリーダーには望月さん、あなたがふさわしいと思っています。え？私？どうして私がリーダーに？そんな驚くことじゃないでしょう。理由はすでに説明しましたよ。え？それって。確かに私もほなみがぴったりだと思うな。いちかちゃんまで。さっき進藤さんが言ってたでしょ、バンドを支えて守るのがリーダーの仕事だって。だったら私はやっぱりほなみが一番だと思うんだ。うん、私もそう思う。だってほなちゃんレオニードを守ってくれたもんね。え？前に進藤さんに私たちの武器を聞かれた時のことを覚えてる？あの時、私たちはお客さんたちに青春をかけて頑張っているというところを見てほしいわけじゃないんです。何よりも私たち4人の演奏で心を震わせてほしいんです。ほなみがああ言ってくれたから私たちは大事なことを捨てずに済んだんだよ。二人の言う通りだね。ほなみはいつもレオニードを守ってくれてる。私もほなみが一番リーダーにふさわしいと思う。みんな、確かにあの時はプロになれるかもしれないからって一番大切なことを忘れちゃダメだって思ってああ言えたけど、でも
あの時は無我夢中で、これから先もまたあんな風にできるのかって言われたら、気持ちが追いつかないのはわかります。ですが、俺も星野さんが今言っていた時のことはよく覚えています。あの時感じたんです。このバンドは折れない強さを持ってると。そうだったんですか？ええ。正直なところを言えば、俺は皆さんの演奏に圧倒的な才能や技術を感じたわけではありません。それに、若いバンドは情熱がある反面、脆さもあります。少しの衝突で、あっという間に崩壊してしまうこともある。それでも俺が皆さんと契約したのは、このバンドなら、何があっても進んでいけるんじゃないか、そう思ったからです。そしてそれは、あなたの言葉があったからだ。私の言葉が。もちろん無理強いするつもりはありません。今ここで答えを決める必要もない。家に帰ってゆっくり。いえ、大丈夫です。やらせてください。正直怖い気持ちはあります。私なんかに本当に務まるのかって。だけど、みんなの力になれるなら。ううん。私がそうしたいから。私は、レオニードのリーダーになります。ほなちゃん！みんなも、いいかな。うん。もちろん。よろしく、リーダー。では、望月さん。リーダーとしてこれからよろしくお願いします。はい。行っちゃった。まだ胸がドキドキしてる。でも、みんなの力になれるなら、頑張ろう。リーダーとして。え？ああ、はい。ちょうど終わったところです。来ていただいて大丈夫ですよ、社長。え？社長さん？会うのは初めてでしたね。こちら、うちの社長の太田です。あ、はい。こんにちは。私たち、レオニードです。いつも進藤さんにはお世話になっています。いえ、それより今日はどうして。
たくさんの人に私たちの音楽を聴いてほしい。私たちはそう思ってプロになったんです。そのためのチャンスがあるなら、やります。ほなみ。いいよね、みんな。もちろん、演奏をたくさんの人に響かせる機会があるなら、いくらでもやる。最高の演奏。あ、はい。すごいすごいすごーい！フェスに出れるかもしれないなんて。驚かせてしまってすみません。ですが俺としても皆さんにはぜひともフェスの出場権を勝ち取ってほしいとは思っています。しかしそれを意識するあまり固い演奏になってしまっても仕方がない。ですから皆さん、あまり気負いすぎず力を十分に発揮できるようリラックスして挑んでください。はい。それでは今日はもう帰ってもらって大丈夫ですよ。社長やフェスのこともありますが、デビューも近い。体調には十分気をつけてください。それと望月さん、改めてリーダーとしてこれからよろしくお願いします。次第では候補に挙げてくれるみたい。それなら気合い入れて演奏しないとな。そうだね、頑張りたいな。それにフェスのこともそうだけど、社長や新藤さんにも最高の演奏を聞かせたいよね。いちか、プロとしてどんな時でも誰が相手でも最高の演奏を届けられるようにしよう。じゃあこのやる気のまま今日も練習頑張ってね。はい。みんな気合い入ってるね。特に、ほなみ。目指す音楽が決まって、悩みも覚めたからかな。前のにずっと集中できてるね。ええ、それに、リーダーのことも尊敬してるんじゃないかしら。本当に前にはなかった気迫を感じるわ。そうだね。確かに。みんなの演奏に気迫は感じる。力強い音で胸に響くものがある。けど、なんだろう、この音は。ストップ。やっぱり息が合ってない。勢いはこの前と同じくらいあるけど、なんだか音がバラバラに感じる。そうだね、私もしっくりこなかったな。なんでだろう、私走らないように気をつけてたつもりなんだけど。誰か一人のせいってわけじゃないと思う。息が合わないこの感じ、最近ずっとだから。最初は私のせいだと思ってた。自分だけ目指す音楽を決められてないから集中できなくてみんなの足を引っ張っちゃってるんだって。でも今はそうじゃない。
だから演奏にもちゃんと集中できてると思う。それなのに、あー、もうなんでバラバラになっちゃうんだろう。なんていうか、さっきの演奏はみんなが別の方向を向いてるみたいだった。別の方向、それかもしれない。え？どういうこと？多分だけど、みんなが目指す音楽をはっきりさせたことと関係してるんだと思う。はっきりさせたことと？目指す音楽を決めたことで思いが明確になって、一人一人の演奏は前よりも力強さが増したけど、その思いが向いてる方向はみんな少しずつ違ってて、みんながみんなきっと無意識のうちに自分のやりたい思いを優先させてる。なるほどね。だから演奏がパラパラになってるんだ。そっか、確かにカイトの言う通りかも。響かせたいって思うシフォの演奏は力強くて、元気にしたいって思うサキの演奏は優しく盛り上げる感じがして、そんな風にみんなが自分の思いを優先させてしまったことで音の出し方がそのままくなってたのね。それじゃあイッチーたちが目指す音楽を決めたのは良くなかったってこと？そういうわけじゃないと思うよ。前よりも思いが乗っていい演奏ができるようになったんだし、それぞれの思いはもちろん大事けど、4人で演奏するときはちゃんと4人の気持ちを合わせないとダメってことなんだろうね。そんなのどうやるの？めっちゃ難しそうなんだけど。一度演奏する際のみんなの思いをすり合わせる必要があるんじゃないかな。すり合わせる、それって。そうね、例えばこの曲のイントロがみんなに元気になってほしいっていう思いを一番大事にしたいと思ってるかな。全員でそれを意識して演奏しようっていう感じにね。なるほど。みんな、やってみよう。え？全員の思いを合わせて演奏するのは大変なことかもしれないけど、できたらきっと今よりもっといい演奏になると思うんだ。だから頑張ろう、社長や進藤さん。それにこれから聴いてくれるたくさんのお客さんの心に響く演奏をするために。うん。ごめんね、帰りのホームルームが長引いちゃって。大丈夫だよ、私たちもさっき終わったところだし。それじゃあ早速だけど、すり合わせ始めよっか。お、やる気満々だね、ほなちゃん。さすが我らのリーダー。もうやめてよ、さきちゃん。何曲分か楽譜を印刷してきたから、それを見てほしいんだけど。ルカさんが言ってたみたいに、イントロから曲の終わりまで細かく見ていって、その歌詞やメロディーにどんな思いがこもってるのか、どんな風に演奏するかを改めて話し合っていきたいんだ。うん、わかった。じゃあ最初はこの曲。
も吉崎さんたちのために作った曲。離れ離れになってしまっても二人が幸せな記憶を胸に前に進んでいけるようにっていう思いを込めて作った曲だね。私も離れ離れになった時、みんなとの思い出があってここまで来れたから。うん、それに私、そんな風に幸せな記憶を思い出して元気になってほしいなって思って曲を作ったんだよね。じゃあこの曲には吉崎さんみたいな人たちをつなげていきたいって気持ちだけじゃなくて、大切な記憶を思い出してほしい、元気になってほしいって思いも込められてるんだね。ああ、そっか。だったら私、サビのところを激しく弾きすぎちゃってたかも。自分の響かせたいって気持ちが走っちゃって、曲に込められた思いを表現しきれてなかった。私も元気になってほしいって気持ちばっかり意識しちゃってたけど、ちょっと違うよね。大事な思い出を思い出してもらえるように、ここはもっと静かに語りかけるみたいに演奏する方が良かったのかな。うん、サビはそうしてみようか。この先も曲に込められた思いを確かめて、どう表現するかを話し合っていこう。それじゃあこの調子でどんどん進めていこう。スタジオの予約時間が来るまでに10曲。いや、さすがに多すぎ。いきなり10曲は無理でしょ。そうだけど、それくらいのやる気でいこうってことだよ。じゃあ目標はそのくらいってことで始めようか。話し合うだけでこんなに時間がかかるとはね。それにまさかここまで議論が盛り上がるなんて思わなかったな。でも話し合ってよかったな。みんなと話す中で曲の譲れないところとか、自分が一番大事に思ってることがもっとよく分かったっていうか、解釈が人によって全然違うところもあったよね。いっちゃんとしほちゃん、途中喧嘩みたいになってたし。ごめんね、しほ。さっきは少し熱くなりすぎちゃったかも。別に大丈夫。それに、ぶつかるくらいでちょうどいいんだと思う。え？だって私にも譲れない思いはあるから、いちかの気持ちはよくわかるんだ。だからこそこうやって話し合って納得できる落としどころを見つけるのは大事だって思う。それで初めてみんなが同じ方向を向いていい演奏ができるようになると思うから。そうだね。ぶつかっても喧嘩しちゃっても、お互いの思いを伝え合って納得できるまで話して、それで最後には最高の演奏ができるようにしよう。うん。って言っても今日はここまでかな。スタジオの予約時間そろそろだから。あ、そうだった。でもでも、今話したこと早速実践するチャンスだよね。うん、それじゃあ急ごっか。行くよ。うん、ちゃんとさっき話し合った成果が出てる。みんな
ちゃんと曲の思いや周りの音を意識して演奏ができてる。だけど、なんだろう、この音。ねえ、今の演奏。ちゃんと息は合ってたね。周りの音とか、曲の思いをちゃんと意識できてたし。うん。確かに、サキちゃんの言うように、問題のある演奏じゃなかったとは思う。でも、何か足りないような。最初だから、みんなちょっと硬くなっちゃってたかも。もう一回やってみようよ。うん、そうだね。結局、あの後何度も練習したけど、納得いく演奏はできなかったな。やっぱり、まだすり合わせが足りなかったのかな。もっとみんなで話し合わないと。本当にそれだけなのかな。さっきの演奏は前よりは曲の思いや周りの音を意識できてたはずなのに、だけど何か足りない感じがして。あ、へえ、すごいな。なんかいつものに演奏に勢いがあるっていうか。足りてなかったのは、あの時の力強さ。でも、それってどうしたら。バラバラなままじゃいい演奏はできないのに、周りの音に合わせようとすると、勢いが消えちゃうなんて。まだ練習が足りないだけ？もっと何度も練習すれば、勢いもまとまりもある演奏ができるのかな。それとも、何かもっと別の方法が。みんなの思いを叶える手助けをするって決めたのに。もっと、たくさん考えないと。でも。電話？誰から？あ、進藤さん？こんばんは、進藤さん。どうされたんですか？夜分遅くにすみません。この前の社長が演奏を見たいと言ってた件、日程を決めたいと思って連絡させていただきました。来週末でお願いします。社長の日程が空いているのが一番早いものでそこでして。来週末、確かみんな予定は入ってないはずだけど。でも今のままで本当に満足してもらえるような演奏ができるのかな。あ、どうかされましたか？すみません。来週末ですね。みんなにも伝えておきます。何か悩み事ですか？え？いえ、声に元気がないような気がしまして。何か困っていることがあるなら話を聞きますよ。これでも皆さんのマネージャーですから。ありがとうございます。それじゃあ。なるほど。バラバラな音楽をどうにかするために、曲の表現の仕方をすり合わせたが、今度は演奏に勢いがなくなったと。
ラバラになっちゃうのを解決できるって思ったんですけど。そうですか。それなら解決自体は簡単ですね。え？誰かが全員の音をまとめて導けばいいんです。導く？話を聞く限り、今の皆さんの演奏はいわば指揮者がいないオーケストラのようなものです。全員が周りの顔色を伺って自分の演奏に集中しきれていない。ではそれを解決するためにはどうすればいいのか。答えは簡単です。誰かが指揮を取ればいい。全員の状態を把握し、演奏の先頭に立つ。どんな思いを込め、どんな表現をするのか、すべてを把握して皆を導く。そうすれば、勢いを保ちつつ、まとまりもある最高の演奏になるんじゃないでしょうか。誰かが演奏をしながらみんなを導く。それができれば、どっちの問題も解決した最高の演奏ができる。確かにそうだ。それなら、私、やります。みんなを導く。演奏でもそれが必要なことなら、それはリーダーの私がやらなきゃいけないことだと思うんです。ううん、やらなきゃじゃない、私がそうしたいんです。なるほど、望月さんならそう言うと思っていました。ですが、それはとても難しい作業ですよ。全員の音を導くためには高い演奏技術が必要ですからね。その技術は時間をかけて習得していくしかない。一朝一夕ではどうにもなりません。それは。そんなに簡単なことじゃないってことは分かってる。でも。だからって、諦めたくない。このままだったらずっと、中途半端な演奏のままになっちゃう。そしたら、社長さんも、これから聞いてくれるお客さんの心にも何も響かせられない。レオニードのみんなが大事にしてる思いが叶わなくなっちゃう。そんなの嫌だ。みんなに後悔してほしくない。みんなの思いも演奏もすごく素敵なものなんだって聞く人に絶対伝わるようにしたい。それでもやります。自分の演奏技術がまだまだ足りてないってことは分かってます。でもやりたいんです。みんなで最高の演奏をするために。どうしたらそんな演奏ができるようになるのかわからないけど、みんなを導く演奏ができるようになるためならいくらでも練習頑張ります。なるほど。ですが、そんな演奏はすぐにできるわけじゃない。それでもどうにかしたいと思うなら、今よりも何倍も厳しい練習をこなすしかないでしょう。それでもやらないよりはマシという程度ですが。しかし、それでもやるというのなら、望月さん、特訓をしましょう。え？あの、今日はよろしくお願いします。ええ、よろしくお願いします。さて、
それじゃあ早速ですが、始めていきましょうか。あ、はい。でも…そうは言っても、きっと戸惑ってしまいますよね。俺に楽器の何がわかるのかって。実はこれでも昔、音楽をかじってましてね。レビロクやってたんで、ある程度の楽器は弾けるんです。まあ、論より証拠ですね。少しやってみますか。これって手首のスナップすごく柔らかい。これ音楽をかじってたってレベルじゃない。ふん、こんなものですかね。さて、それじゃあそろそろ始めましょうか。はい。ドラムの練習はどこまで行ってもリズムキープをすることです。クリックに合わせ、表拍だけでなく裏拍まで常に正確に叩けるようになってください。どんな状況でもというのが肝心です。本番では練習の時と同じだけの力を発揮できるなどまずありえない。練習では常に完璧を目指すんです。はい。パラディドルをこなすにはストロークを完璧にコントロールすることが大事です。アップストローク、ダウンストローク、タップ、そしてそれらの奏法の切り替えをスムーズにこなせるよう徹底的に腕に叩き込むこと。リバウンドが全く意識できていないですね。それにリズムが乱れ始めてる。一回できるだけではダメ。音の粒を均一に、どれだけ疲れていても音量と感覚を変えずにキープし続けるんだ。はい。腕が重い。でもやるんだ。みんなを導いて最高の演奏をするために。血まめになっていますね。今日はここまでにしましょうか。いえ、やらせてください。まだやれますから。ですが、このままじゃ嫌なんです。満足する演奏ができなくて、いちかちゃんたちみんな後悔することになっちゃう。それに私、今すごく嬉しいんです。嬉しい？私はみんなと比べて特別演奏がうまいわけじゃありません。それにいちかちゃんやさきちゃんみたいに曲が作れるわけでもない。その分それ以外のことで力になれるようにって、スケジュールのことだったり動画のことだったり、いろんなことをやってきたけど、やっぱり音楽のことで力になれないのがずっと歯がゆくて。でも今初めて演奏でみんなの力になれるかもしれないんです。だから頑張りたい。演奏でもみんなの力になれるなら、できるようになりたいんです。わかりました。では、
あと30分だけ続けましょう。ありがとうございます。いよいよだね、太田社長が見に来る日。進藤さんはリラックスしてって言ってたけど、やっぱり緊張しちゃうな。うん、でも大丈夫だよ。この日のためにすり合わせもしっかりやったし、何度も練習もしたんだから。そうだね、いちかちゃんの言う通り、今日のためにできるだけのことはした。あとはその成果を出すだけだから、きっと大丈夫。やっほー、みんな。リン、それにみんなもどうしたの？もうすぐ事務所の社長が見に来るんでしょ？緊張してないかなって思って。どうかしら、いい演奏ができそう？あ、それは確かに緊張はしてます。でも大丈夫だと思います。みんなが演奏に乗せてる思いはどれもすごく素敵なものです。だからそれをしっかり発揮できれば、きっと最高の演奏ができる。ううん、私が必ずできるようにしてみせますから。ほなみ、だからみんなも自信を持って演奏してほしいね。うん、わかった。心配は言わないみたいね。だね、支えるだけじゃない。ほなみも新しい演奏楽しみにしてるよ。はい。あ、そうだ、みんなスマホ隅っこに置いておくから、よかったら聞いていって。ほんと、ありがとう。イチ、そろそろ時間かな。頑張ってね、みんな。うん、バイバーイ。あ、皆さん、お待たせしました。今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。わかりました。皆さん、準備の方はいいですか？よければ早速ですが、一曲お願いしたい。はい、大丈夫です。みんな、行くよ。みんなの力になりたかった。みんなが音楽でやりたいこと、音楽を響かせること、元気を与えること、誰かと誰かをつなげていくこと、みんなの思いは本当に素敵で、音楽に向き合うみんなのことがすごく大好きで、そんなみんなの思いを叶えるために手助けがしたい、支えになりたいって思ってた。この日のために特訓してようやく分かった。ただ手助けするだけじゃ足りない。みんなの思いを、演奏を最高の形で響かせるためには、誰かが引っ張って
一つにしなくちゃいけないんだ。そのために支えるだけじゃない、私がみんなを導くんだ。行くよみんな。 A メロ、ここは心に響かせたいっていう思いが一番大事になるところ。胸に響く音でお客さんの気持ちをつかむ。だからまずはしほちゃん、お願い。いい調子。次は B メロ、少しずつ音楽の雰囲気が変わってくところ。苦しんでる人に寄り添いたい、辛い気持ちでいる誰かのために少しでもできることをしたい、そんな思いを込める。だから語りかけるように繊細に優しく。みんなはただ自分の演奏に集中するだけでいい。他のことは全部私が考える。どんな思いが必要なのか、どんな風に演奏するのか、最高な形で表現できるように私のドラムでみんなに伝えるから。もうすぐサビ、行くよいちかちゃん。すごい、今までで一番歌いやすい。みんなの気持ちと演奏が一つになってく。私の歌でみんなをつなげていく。私の思いを、願いを、みんなが背中を押してくれてる感じがする。きっと今なら。さあ行って、いちかちゃん。確実に成長している。一人一人の実力が格段に進化したわけじゃない。全員が今持ってるポテンシャルを最大限発揮して息を合わせた。バンドは一人でするものじゃない。メンバー全員の気持ちが重なれば、それだけで何倍もいい演奏ができるようになる。だがそれは簡単なことじゃない。メンバー同士の深い信頼関係があって初めてできることだ。いや、そうか。日の森さん以外のメンバーは楽器の経験はまだ浅いが、それでもこの4人には初めからその信頼関係があった。どんなバンドにも負けないと言えるだけの4人の絆が。なら、やはりこれが彼女たちの武器か。ございました。わあ、ありがとうございます。俺もとてもいい演奏だと感じました。特に望月さん、皆を率いるリーダーにふさわしい演奏だったと思います。新藤さんのおかげです。本当にありがとうございました。で、俺は俺の仕事をしただけですから。ああ、それと仕事といえば、今日は皆さんにいい知らせがありますよ。いい知らせ？長らくお待たせしましたが、デビューの日が決まりました。
設定デビュー。やったよデビューだってみんな。ようやくだね。そっか、デビューできるんだ。プロとしてどんな音楽をやっていきたいのか、何ができるのかって悩む時もあったけど、もう大丈夫。私はみんなの力になりたい。そのために支えるだけじゃない。私が。レオニードを導いていくんだ。